はいどうも、電脳ギツネです。龍が如く5、続きやってこう。というわけで、まあ引き続き、品田編の本編を、まあ進めていきたいと思うんだけど、今回も。本編はですね、まあ本当前回の動画から何も変わってないんだけど、名古屋組とか、この名古屋の街について、まあ長くここにいる牛島さんだね。店をやってる店主のところに、行こうっていうところなんだけど、いやちょっとほんとね、高杉さんがいきなりいきなりお付き合いのいい方になられて、金貸しのね高杉さんなんだけど、いきなり品田とお付き合いのいい長いお付き合い、あもうこれ関西の人しかわかんないな、京都銀行の CM なんだけど長いお付き合いっていうすんごい長い CM があるんだけどね、すんごいね、付きまとってきて、サブストーリーが一個もできてないんだよね、最近。まあ、ただやるしかないからね、本編。この、高杉ちゃん。ちょっとトイレとかにも、いといてくれないかな。品田を強くするためにも、やっぱサブストーリーをやらないといけない、来ちゃうよな。まあ、仕方ない。ほんとなんか、急にお付き合いが良くなられてね。まあ、でも、そうだな。金貸しとして2000万の案件逃すわけにもいけないし、スギちゃんはね、品田のファン1号だったっぽいから、まあいろんな思いがあって、どこだ、ここが出口がわかんなくなっちゃった。まあいろんな思いがあって、一緒にいてくれてるのかもしれないな。後押ししつつ。うん。じゃあ、ちょっと、牛島さんのお店に向かおう。いやーでもほんと下手したらこのまま最終章まで行くとかないよね。そろそろ。サブストーリーやんねえとな、やること溜まってんだよな俺。飯食わしてほしいよ牛島さん。おん、沢田信也の決断。あ、ギガンツの沢田投手のことか。おう、何こんな時間に。付け代払いに来たのか。いや、今日は聞きたいことがあって来たんです。付け代払うまで出入り禁止って言っただろう。付け代は俺が払おう。付き合いいいな。ああ、あんたか。品田に金貸しとる、あんまり評判のようない氷菓子さんっていうのは。どういう風に聞いてるか知らないが、これでも結構客からは、ね、いやー高杉さんがいないと物語進まないとこ多かったよ、まあ、割と俺としては払ってくれるんだったら誰でも受け継いだ。高杉さんのおかげだな。杉ちゃんいいね。なんだお前、こんなにつけて食ってたのか。ワイルドだろ。もしかしてこれ当然元金に足しておくからな。杉ちゃんいいよ。いや、ほんと、高杉さんいないと、ろくに人に話しかけてもね、断られるからね、この町。で、聞きたいことって何？名古屋界隈のことについてなんだけど。おお、珍しいな。あんたがそんなこと聞いてくるなんて。いや、だいぶ真相に迫れるんじゃないのか。ちょっと、仕事で風俗以外の記事を書かなくちゃならなくなってね。それで聞いてんだ。この辺りっていうのは15年前と比べて何か変化したこととかあるのか。例えばそう、あの名古屋組っていうのもできたのもその頃だって聞いてるんだが。なんだ、あんたら名古屋組について探っとんのか。なら何にも話せんわ。ほう、どうして。俺らは名古屋組に恩義を感じとるんだ。恩義ってどういうこと。15年前、それまでの金栄町はひってえもんだった。東条会と本次町通りを境目に東条会、近江連合が島争いしとってな。そうだったね。裏じゃそのとばちりを受けて揉め事や抗争が後を絶たず、治安も相当悪かった。今はこんな平和なのに。当時野球賭博の利権を握っとったのが東条会と近江連合でよ。まあ賭博の利権に限らず、東と西の勢力図のちょうど真ん中にあたるこの辺で
勢力がぶつかり合う形になっとったんだ。まあ確かにそうだな、都市的に。でもある事件がきっかけとなって二つの組は名古屋から出てってまった。15年前のワイバーンズ野球賭博の一件だ。桐生さんの歌流れてんなこれ。ああ、あるか。いや桐生さんやっぱ、ま、知名度あるな。スポーツも見せんから事件の内容はよう知らんけど、バカみたいだな。その事件で野球賭博への警察の監視が強まり、それぞれの胴元をやっとった東条会と近江連合が名古屋から撤退することになった。東条会と近江連合と入れ替わりでこの辺を取り仕切るようになったのはその名古屋組だわ。なんかでもタイミングこの辺が良すぎる島になってから15年、うん、気がするけどな。いや変わらんだろうが、それ以来構想も見かじめもなくなって、あ、見かじめもないんだ。事件が起こった事実と引き換えにみんなそれなりに満足した毎日を過ごしたんだ。ヤクザとしてどうやってんのよ。名古屋のための犠牲、名古屋組は点と点が結ばれてきたな。あんた名古屋組のボスって男に心当たりはないのか。あんたら何のためにそんなことを調べとるか知らんけど、いい加減にしとけ。ボスが誰かなんて知らん。誰だろうと興味ねえわ。この町の裏側を名古屋組が守ってくれてる。この町で商売する人間にとったらそれだけで十分。いやまあ住民にとってはね、まあそりゃそうだよね。カムロ町とは大違いだもん。カムロ町は基本的に、うん、頼むわ助けて。みかじめいるからね。弟が無理やり連れてかれてまったわ。またミルクちゃん。鳥山さんが誰に。わからんけど男の一人はほっぺたに傷があった。ほっぺたに傷。今後追って名古屋港の62番倉庫近くまで来とるんだけど。あ、ミルクちゃん。ミルクちゃん。ミルクちゃん。おいおい、俺のミルクちゃんだぞ。何しやがる俺のミルクちゃんに。高崎さん、俺ちょっと行ってくる。たくよ、お前が行くっつんだったら俺も行くしかねえじゃん。来なくていいよ。高崎さん。ちょっと牛島さん、ちょっとまた何かあったら聞かせて。あー、そうそう、このコーヒーはつけじゃなくていいよね。ああ、ちょっと高すぎちゃん、高すぎちゃん。俺も行かなきゃ、俺も行かなきゃみたいな、ダッ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 ダみたいな。来なくていいよ。ちょっと来たら何も進まないんだって。俺の動画外のやりたいことが。ミルクちゃんの弟が危ない。タクシーで名古屋港の62番倉庫に急ごう。いやーなんかね、こうやってまあ進行止めて交差するのもまああんま良くないかなと思うんだけど、なんかなそんなヤクザってさ、登場がいなくなった近江連合、あ、高崎さんが押された。なんかその近江連合いなくなった、じゃあ名古屋組みたいな、そんな感じだったのか。ちょうどそれまでだ、地元のヤクザは下火でいなくなったから今こそ立ち上げだみたいな感じで勢力伸ばしていってたっていう説はあるけど、でもみかじめ取ってないっていうのがね、なんかちょっと不思議ではあるよね。カムロ町で育ってきた俺としてはなんかな。まあでも進めていくしかないもんね。わかんないな。結構俺だいぶ整理しながらプレイしてると思うんだけど、名古屋組が怪しいのは確かなんだけど全然わかんないな。では高杉さんがじゃこの人ほんとなんでそんな付き合い良くなった。じゃあ俺も行くっきゃじゃねえよ。俺やりたことできないもんな。やっぱりこの師匠しかできないもんね。サブストーリーやって品田強くしたいんだけどね。まあまあでも行くか。そうこうあれだよね、あの頬に穴が開いた人って最初の方にできた警備会社のやつだよね、弟くん関連だと。タクシー、あーどこだ、西部側行った方が近いか。これはちょっと高すぎなさ。おお、どうした、
宇野さん、こんな時になんだよ。あ、宇野さんにまでもしかして。宇野さんごめん、今ちょっと忙しいんだ。逃げろ品田。うわ、宇野さん、うわ、ちょっ、品田の周りは全員やられていく感じか、これ名古屋組に。宇野さん、こいつら、うわあ、これはちょっと手分けしよう。高杉ちゃん名古屋港行って別行動しよう。ここで、ここはまあ一緒にいたいんだけどね。うん、高杉ちゃん、杉ちゃん一緒にいたいんだけど、ここは別行動しよう。あえて、あえてね、あえて、うん。別行動しよう。俺のやりたいことやらして。宇野さんも、宇野さんも危ない。高崎ちゃん、まずは宇野さんとこ行くよ。うわぁ、俺との考えと違いすぎる。おい、うの、の、何急に腕。ワイルだろうって言ってる？急に腕組んでどうしたの？ついてくるよなぁ。じゃあこっちに来る必要もなくなったなぁ。うん、じゃあ宇野さんとこ行こう。いやぁ、ちょっと、なもっと俺、こうまんべんなくサブストーリーとかやるつもりだったんだけど、これもうだいぶ進んじゃってるからな。だいぶちょっと絞ってサブストーリーやんないとね、メインストーリー待ち望む方が吠えてくるから。あー、くそ、まずい。ちょっと迷っちゃうな、これどうやって動画撮っていくか。まあとりあえずでも高杉さんいなくなるまでは進めるしかないからね。宇野さん大丈夫か。頭またハゲの進行進んじゃったかな。宇野さん頭刈られたら面白いな。あー、やっぱそうか。しっかりしっかりして、宇野さん。頭大丈夫か。俺が救急車呼ぶ。品田、お前は早く仲間のところへ行け。高杉さん、後で俺も行くから。あ、それまで死ぬんじゃねえぞ。はい。ああ、高杉ちゃんとここで終わりか、お別れか。宇野さんは高杉さんに任せよ。早くタクシーで名古屋港の62番倉庫に行かないと。え、これ一人になっ、ああ、復活してる。やったー。でもな、この BGM でサブストーリーやるのあんま好きじゃないんだけど、ちょっとどうしよっかな、俺ね。この後戦闘もあるかもしれないから、ちょっとここで一旦撮影中断して、ちょっと面白いサブストーリー見つけたら、撮影しながらちょっと消化していこうかな、サブストーリー。まだ2だもん。まだ俺2個しかやってないんだよ。それらにも第3章のいいとこまで来ちゃってるからね。ちょっと撮影の都合上ここで一旦中断しつつ、ちょっといいサブストーリー、うん、見つけて動画につなげていこうかなと、はい、思います。いやー、やっと独り身だぜ。嬉しい。身軽だぜ。足も軽いわな、そら。ああ、で、ちょっと、品田強くしていくわ。うん。ああ、そういえば忘れてたな、俺。忘れてたというか、そっかそっか。この人やんねえと。サブストーリーもそうだけど、レオくんじゃん。うわぁ、こんな強烈なキャラ、忘れてたなんてちょっと実況者と失格だよな。やろうかな。まあでもこの後戦闘もあるからな。いやー、なんかそういえばね、コメントでもいただいててね。なんか、この綾小路だっけ、綾小路レオ。師匠の癖してなかなか面白いみたいなんだよな。ちょっとやろう。いやー、来たね、グミン。喋り方どんな感じだったっけ、小栗旬みたいに喋ればよかっただっけ。そのグミンってのやめない。俺、品田達夫って名前ちゃんとあるからさ。品田達夫、またあれだな。安い名前だな。そりゃ、レオ様に比べればね。ここに来たってことは、当然僕の稽古を受けるために来たんだよね。まあ、なんかこの身なりしてるから面白いことは起こるんだろうな。
まあ一応そのつもりなんだけどね。稽古なんて言えるほど立派なことできんの。やっぱり雅な割れ方するね。声高いもんね。いいか、シナタ。今の僕は前の僕とは一味違うぞ。あ、お前にサンタの飯よりありがたい技を授けよう。と言いたいところだけど、僕はゴーンと宝庫の関係が成り立たない限り、下々の者に施しを与えることはないよ。貴族はひたすら施し受ける方なんだけどな。ちゃんと返してくれるんだな。はあ、だって俺がチンピラから助けてあげたじゃないか。だから弟子にしてあげただろ。それでもいい分だよ。マジでゴーンと方向とか言ってる割にはケチくさいな。一つの恩には一つの方向、これを守らないと他のケラにメンツが立たないからね。ケラいるんだ。え、綾小路レオファンクラブとかあるのかな。オンラインサロンとか。オンラインサロンとかやってんのかな。ああそう。んでじゃあ稽古つけてもらうためには何をすればいいわけ。なんでもいい、なんとかしろ。なんちゃ、ん、なんちゅうアバウトだ。おお、そうだな。俺は金あんまないし何ができるかな。ああそうだ、よーし述べよ。いじいじイラッとするな。あれだ、俺が人生相談に乗るってのはどうだ。え、なんか唐突だな。唐突だな。まあ苦労はしてるけどさ、確かに。人生相談？はあ、全く愚民が何を言ってるのやら。お前に助言なんかされたくなって、僕の人生は順風満帆なんだよ。いや、レオさんは普段何をされてる方なんだろうね。え、どういう人なんだろう。でもさ、ぶっちゃけ彼女欲しいっしょ。いらないよ。いや、ほら、ここだけの話だから、ぶっちゃけ欲しいっしょ。いるのかな、レオくん。ここは後期に雅に行こうよ。そんなの寄ってくるからって。そ、そりゃね、欲しいよ。ママにもいつか結婚するんだ、いつ結婚するんだとか言われるし。ほら、やっぱり任せてよ。ぐぬぬ、なんだか言わされた感がすごくあるんだけど。正直なりなって、それが楽しいよ、レオくん。やっぱこいつ他の師匠よりもなんか丁寧に作られてるな。絶対ちょっとちゃんと面白いな、これ。愚民が図に乗るな。まあいいよ、とりあえずそれでいいから、ちゃんと僕のためになることしろよ。僕が納得しない限りは稽古つけてやらないからな。大丈夫だって、俺の見立てじゃかなりハードル低そうだから。なんなんだ、バカにしてるのか。してないしない、安心しなって。ああ、じゃあこれは修行と言いつつね、人生相談乗って教えてもらって感じなのかな。そうなのか、あー違うわ。そうなのか。じゃあ分かった、お前を信じよう。 OK、 じゃあ俺のアドバイスが気に入ったら稽古ってことで。分かった、じゃあよろしく頼むよ。いや、もう俺ずっとなんか小栗旬の真似してるみたいになってるけど、まあ正確には小栗旬の真似をしてる小畑のお兄さんの真似なんだけど。やろうやろう。絶対こんな喋り方してないよね。お、来たね。なのよ。今は稽古無理なんだよね。だから、手っ取り早く教えてほしいんだけど。ああ、やっぱそうか。はい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 。あ、じゃあ結構、みっちり関われるのか、レオくんとは。まずはその服装。いや、まずはその考え方か。まずはそのひねくれた考え方をねじ伏せないとね、品田で。じゃあ人生相談を始めようか。偉そうによく言うね。うん、この性格をちょっと直さないとな。で、何をしてくれるの。レオ君に彼女ができるようにする前に、まずはレオ君のことをよく知らないとね。知らないとね、か、うん、あったよね。俺がいくつか質問するから、それに答えてくれ。わかった、いいよ。さて質問は、まあとりあえずこれか。まあまあ一番よくある会話だよね。
今まで彼女いたことある？お前、分かってて聞いてるだろう。ないよ、どうせ。ない、ああ。じゃあ、童貞貴族さんでいらっしゃいますね。童貞貴族レオ君でよろしいですね。また認めていただきましてね。なるほどな。ちなみになんかこう、付き合ってないけど遊んじゃったってとか言うのもないの？そんなハレンチなことするわけないだろう。僕は貴族なんだぞ。付き合ってない人とは手もつながないよ。いや、この人はそのどこからこういう人になったんだろうな、レオ君。なんか中学校とか高校ぐらいからそうだったの？まあ、あのお笑い芸人のカズレーザーとかはほんと学生時代から真っ赤だったらしいからね。そういう感じかな、レオ君。これは思っていた上に純情系だな。さて質問は、そうだね、どんな女の子が好み？レオ君はどんな女の子が好みなの？僕の貴族としての品位に見合う人だな。ある程度の嫌がらは当然だし、容姿端麗、最初顕微って感じかな。なやつ見たことないよ。いや、俺の生活の中にいないだけか？まあまあ、そういう人はね、いいところに行けば出会えるんだろうけど。まあ、このレオ君では無理だな。譲れない条件。まあでも、それも家柄とかか。付き合う上でこれだけは譲れないっていう条件とかある？僕以外の男とは一切会話しないことだね。まあ、付き合う以上は、それは当然でしょう。おい、そんな昔でもねえぞ。昔でもねえぞ、レオ君。側室とかいたんだから。いやー、それはちょっとハードル高くない？全く愚民の思考にはついていけないね。血筋を守るためには、それくらいのことを当然だろう。結構貴族ってでもいろんなね、女性遊びしてるイメージあるけどね、昔の。どういう本当理想が高いんだな。これは重症だ。俺のアドバイスでなんとかなるのかな。なるほどな。聞いた限り結構な意識改革が必要そうだな。まずはそこだね。意識改革？僕のマインドがお前のアドバイスくらいで変わるわけないだろう。とりあえず聞いた限り俺が取るべき行動は、いや、どう、いい話をして心を開かせる。ガチで説教するっていうのは、まあ、そもそも価値観が違うから難しいわけで。あー、これか？これだよ、もう。もういっそ童貞捨ててこいよ。童貞捨てたら世界観変わるもんね。あー、インド行ったら世界観変わるみたいな。童貞捨てたら世界観変わるよ、レオ君も。わかった、俺にはレオ君を説得するのは無理だ。身の程をわきまえたのは評価するけど、エロそうな、急にエロそうなとか、もう俺すんごい噛み方してない今。偉そうなこと言っておいて諦めるのか？違う、レオ君にはいろんな意味で一皮向けてもらう。いろんな意味でね。いや、でも抵抗に合わないかな。この選択肢で間違いとか、あるのかな。さすが風俗ライターだな。まあでもこれは品田のやり方として正しいわ。ここは俺の一番のおすすめのお店。人気ナンバーワンの子予約しといたから。はぁ、いきなり何なんだよお前。入るわけないだろそんなの。あ、そういう店っていうのはわかるんだ。あー、ちなみにこのお店かなり怖い人たちがやってる店で、予約したのにキャンセルするとひどい目合うから。品田、お前勝手何言ってんだよ。綾野浩二。急に品田。ひー、何捨ててこい、すべて。なんで僕が綾野浩二。面白いこれ。何、品田のそういう面も見せてくれる。もうサブストーリー並みの面白いぞ。わかりました。まあ、こうでもしないと。ちゃんと60分ぐらい待ってくれたのかな。いや、
綾小路レオだったらもう20分で終わりでしょう。20分で果てるかもしれないな。大丈夫かな、俺こんな発言してて大丈夫かな大丈夫かな。ただいま。ああどうだった、なんかいろいろどうでもよくなった。いいね、悟り開いてるね。なんなんだよ、いきなりふざけんなよ。でもよかったでしょ、お前話そらしてよかったでしょ。ああいいな、心開いてきたんじゃない、ハードル避けてみてもいいかなって思えたでしょ。思えた、よし来た、これやったね、レオくん。ああ飛ばしちゃった。いやまあ確かにそうかもしれないかな。やったね、これでガシ1な。ぐぬぬ、仕方ない、認めてやるよ。よし、じゃあちゃんとお返ししてね。何がいいかな、テレビとか、いや車かな、やっぱ現金か。何言ってんの、お返しに稽古つけるって言っただろう。ああそうでしたね、みっちりその体に教え込んでやるからしっかり準備してこいよ。うわー嫌な予感、とりあえず了解、また来るよ。いやーいや面白これ、綾野浩二じゃあそうだな、うん、訓練つけてもらうのが目的だから、うん、レオ来るところに行こう。いやーでもね、なんかコメントでももらってたんだけど、この人面白いくせにやたら強いらしいね。稽古つけてもらおう、結構強いらしい。よーしいいだろ、じゃあ場所移そうか。まあでも冴島の師匠もね、動画内ではやらなかったけどなかなか強かったからな。で何すんの。ええー、そりゃそっちが決めるんじゃないの。知らないよ、僕は知らないこと何も知らないのに何を知ればいいのさ。逆ギですか。あーじゃあ分かった分かった、まずは手合わせしよう。僕は武器が得意だから武器使うよ、知らないは素手でも武器でも好きなようにしていい。ただ使ってる武器がすり減ったりしても僕は一切責任持たないからね、自分で修理しなよ。あー引いたアクションは使えないと、見かけによらず腕が立つのでしっかり準備して修行に挑みましょう。そっか、武器の修理自分持ちか、お金ないからな、あんまり。どうしよっかな、ちょっと無料というか無限のやつでやろうか、できるだけ。仕方ない、相手してやるか。あ、初めてお声聞けたな今。とりあえずぶん殴る。いやでも師匠って強いんだよ。でも体力多いな、すでにガードが勝て。今アイテム、あーそうだ俺あれこれ使っていいのか、もしかしてこの、おい、ああチートアイテム、綾野浩二すまない。いやでもこれな、使いすぎとかな。あそうだそうだ、これ面白いんだよね。あーそっか、ヒートアクション使えないのか、この長い棒のヒートアクションがね割と面白いんだけど、まあこれは今度の戦闘で見せようかな。いやそういえばね、品田の普通の攻撃なんだけど、ヒートアクションとかではないんだけど、これね割と怖いんだよねこれ割と殺人級だよね、これすごいよね即逮捕だよ、もうなんかもう即逮捕とかでいうレベルもないけどさ、これやってて結構強いけど怖いんだよな。よーし、いやーまあ確かにガード硬くて攻撃力あるな。まあ初回だから弱かったけどね、まだいててバカ、ちっとは出かけにしろよ、これだからグミンは。いやでもあの銃ないと割と苦労したかもね。だって好きにしろって言ったじゃん本当お声が高いでいらっしゃるな。頭ん中発泡スチロールでも詰まってんじゃないの、代わりにも家来が全力でやっていいわけないでしょ。まあ殺しちゃってるからね、弟子じゃなくて家来になってるよ。本当にもうもう少し名誉の人間に対する態度とか考えた方がいいよマジで。うわ説教されてんな逆に。
なんなんだよ、もういちいちムカつくな。まあいいよ、分かったよ。俺の方が耳低くて悪いんでしょ。すんませんね。謝り方がなってないけど、まあいいよ、今回これで勘弁してやるよ。とりあえずお前の腕前は分かった、思ったよりも強いじゃないか。へーへー、そりゃどうも。それで品田、お前は僕の戦い方を見て何か気づかなかったか。まあなんかガードが高かったね。なんかすんごい今言葉詰まっちゃったけど。ねえ、何のためにやってんのお前。教養がないのは100歩譲っていいとして、稽古つけてて何も感じ取れないんじゃダメじゃん。僕はね、武器がなるべく壊れないように一つ一つの技で使い方に気をつけてるんだよ。同じ技でも武器の負担にならない当て方とか、そういうのをすっごい考えてるんだよ。あー、なんかすごいな、突然師匠っぽい感じになった。確かに。お前、僕のことなんだと思ってんの。ちゃんと敬って、ちゃんと。まあまあ、俺も昔スポーツやってて道具大事にする感じとか、そういうのはなんとなくわかるからさ。とりあえず真似しながらやってみるよ。ああ、倹約の心。あ、これ嬉しいね。耐久度減りにくくなるのかな。それじゃあこれでゴーンと方向一つ消化ね。また教えてほしければなんかすることだね。意外といい内容だったから、ちょっと月も頑張っちゃうよ。まあ愚民は愚民らしく、せいぜい頑張ったらいいよ。んじゃね。いや、面白いな綾小路。師匠とは覚えない内容の面白さ。いや、これはちゃんといるわ。これはちょっとやっていきたいな、どんどん。まあ戦闘のための必要だからね。ああ、どうしよう。じゃあどうしようかな。うん、今回この辺にしとこうかな。時間もちょっと長めになってしまってると思うので。いやー、皆さんのコメント通り、綾小路レア面白かったね。いや、これはやっていきたいと、はい、思います。あ、そうだ、サブストーリーよね。まあちょっとまだ残ってるけど、大体うん、まあいいかなってやつは消化しちゃいましたね。まあ残ってるやつもどこかやる時間があれば、はい、やろうかなと思います。よし、じゃあ今回この辺にしたいと思います。また次回もよろしくお願いします。綾小路。